グローバルボーイズグループ、JO1、JO1、ど白い悪気が、22日発売の雑誌、ウォーチェ。10月号にて、注目の若手俳優やアーティストの単独インタビューを掲載している人気企画、スーパーピープルに登場。甘い表情や胸キュン仕草を披露する、白い悪気、甘い表情、胸キュン仕草で魅力発揮。映画、夜が明けたら、一番に君に会いに行く、9月1日公開、で初主演を務めた白井は、映画では綺麗なシルバーヘアだったが、今回の撮影では色気が漂う、真っ赤な髪色にイメチェン。10分間と非常にタイトな撮影時間の中で、甘い表情やクールな決め顔、映画で演じた政治、を彷彿とさせる表情や胸キュン仕草など、様々な魅力を披露。取材時の白岩は、終始にこやか、初主演の撮影現場での話、映画でお気に入りの胸キュンシーンなど色々と語った。取材の最後には、皆さんはどのシーンが非番胸キュンしましたか、と逆質問して、自ら映画の感想リサーチまで。気さくで、現場の雰囲気を気遣う優しい人柄に、現場スタッフも虜に。今回は特別に、ウォーチェ、読者に向けたスペシャルメッセージ動画も SNS にて公開予定。通常版表紙は1年ぶり戸田恵梨香また、通常版の表紙は1年ぶりの戸田恵梨香。スペシャルエディションの表紙は LDH からデビューする川口相馬、ヒットフェノメノン、ヒー、ウルフハウルハーモニー、小島滝、ザ・ジェットボーイ・バンガーズは、前代未聞のデビュー前表紙を飾る。この他紙面には、海老原ゆり、みちょぱ、池田美優、田中圭らが登場する。